はい、工房説の永田です。くさびと書いて説と呼びます。はい、今週もねベースさんで抽選販売の方をさせていただきます。本日6月の20日から23日日曜日木日ですね。はい、いつも通りです。よろしくお願いします。今回もペンシル説、まあシリーズですね。はい、こちらの方とボールペンの方のルーチェペンの方、はい、出させていただきますのでよろしくお願いします。はい、まあ質問が止まらないんですけどね、ちょっと皆さんにご理解お願いしたいのが、そう、工房説こうやって作品、まあ抽選販売なりベースさんでのねページで出してるんですけど、ベースさんっていわゆるね考え方としてはお店側なんですよ。うん、でお金のやり取り、まあメールとかその最初のね登録のやつとかは全てベースさんとお客様でやってるわけですよね。で僕ら工房説スタッフ含めてね、ベースさんからこの人当たりましたよって、はい、この人決済終わってますよっていうのはねベースさんの方から来るんですよね。そしたら僕らが発送するっていうことなので、皆さんは基本的にねベースさんとのやり取りなんですよね。うん、僕らは情報発信のみとなります。はい、その辺ご理解ちょっとしてください。間違えましたとかね、そういうものはね、ごめんなさい。こっちではね、何にもできないんです。うん。はい。で、こちら読んでくださいね。決済に関して、皆さんがお金払うのもベースさん側なんです。はい。で、そこで何かあるようでしたら、僕らに言われてもね、うん、お金のことをね、一切何にも価値できないんです。うん。なので、ベースさんの方に、すいません、お問い合わせしてください。よろしくお願いします。はい、じゃあということでベースさんのアバウトの方にね、ページの方に書いてありますのでね、全部読んでいただいてご納得した上でご参加お願いします。どうも読んでないみたいでね、質問はねもう全部本当にね全部そこに書いてあるんですよ。質問の答えが、なのでね先に読んでください。うん、で読んだ人のみが抽選販売参加してもらってるというこちらは判断でやっていきますので、何卒お願いします。ごめんね、毎回ね、毎回見てくれてる人はそんなこと分かってるよって思うんですけどね、本当にね新しい方がねそんな感じなのでね、まあ申し訳ない、ちょっと毎回言っちゃってますけどお願いします。じゃあペンシルの方からいきましょうか。1番9900円、はい、スタンダードホワイトオークなんですけどね、ちょっとコブがいてね面白いので、そう、ベーサーの方に持ってきました。はい、まあトラ目が出てて、まあちょっとコブ、一部コブ面白いので、まあそのまま9900円。2番1万円アフゼリア、まあちょっと目が弱いやつですね。はい、さすがに2万オーバーのやつもあるんですけど、今はのはなかなかねベーサーには出てこないイベントのみとなりますのでお願いいたします。はい、3番5500円アウトレットですね。はい、パッシャーンとね割れてたんですよね。そうそう、ここね、これちょっと黒っぽい線あると思うんですけど、これ割れの跡ですね。チューリップとはねどうしても原木の国にパシパシ割れてくんですよね。まあそれのもうちょっと切れなかったとこ、うん、取らなくちゃいけなかったんですけど取れなかったところがねたまに出てくるので、これはアウトレットです。はい、お願いします。4番15000円、1万8000円つけてますけど、まあちょっと白が残っちゃったリング疑似木は抜群です。はい、もう1万8000円で出せるレベルのものです。はい、1万5000円させていただきますので、この白がね、ここじゃなくってね、もうほんとこういう風とか入ってくれたらね全然かっこいいんですけど、なかなかね、まあ縮み目はねそのいい面の方に白が出てきちゃうので何ともなりませんが、はい、まあこんな感じで1本ありますのでよろしくお願いします。で残りですね、チューリップットが13000円。はい、こいつはね、原木の方じゃなくてまた別で入ってきた引いた材ですね。はい、厚み18、19ぐらいで引いてあったやつね、思ったより色が出なかったな。もうちょっと出るかなと思ったんですけど、思ったより薄かった。ちょっとこうやって縮み出てるやつもありのね。はい。で、まあ、チューリップウッドはですね、
縮みちょっとありますね。はい。納品、この1万3000のはね、納品で店舗さんに並ぶものもありますし、まあこうやってベースさんで出てくるのもあります。はい。あとはちょっとね、ふるさと納税でも使おうかなというふうに考えてはおりますが、ちょっとその辺数がいけるかどうかわかりません。うん。ふるさと納税の方もね、まあちょっと種類が欲しいっていう話も聞いておりますので、ちょっとなるべくね、いろんな種類を出せればなと思っております。頑張ります。今月末で来月にできるやつを一発目、うん、やりたいなとは思っておりますが、めっちゃシステム変わってね、しんどいですよ、あれ。今頑張ってますけど。はい。6番1万2000円、7番1本だけ1万5000円ですね。はい。黒書きのペンシルですね。まあ1万3000円で出してるもの、はい。1万2000円にしますので、はい。まあこの間ね、1万6000円のやつが1万5000円だったのに、それの影響を受けて、はい。1万2000円ベースさんだけの特権です。イベント例はそんなことしませんのでね。ほぼほぼ真っ黒なんですけど、かっこいい。うん、こっちの方がいいかな。うん。はい。まあ、こうやって黒いやつもあれば、白目が多めのね、やつもあります。はい。黒柿ね。本当に高くなりましたよ。びっくりするぐらい。もう市場でもね、あんな値段でいいのかなっていうぐらいの値段がついておりますのでね、ペンを作るのもちょっとしんどくなってきましたね。うん、黒柿買うなら今のうちっすよ、ペン作ってる方。うん、いや、言わない方がいいのか。言うと僕の分がなくなる。うん。はい。あ、1万5000円の混じってるけど、もうこれも1万2000円。はい、しちゃいまーす。はい。ですね。はい。まあ黒柿はね、安定しないばらつきあります。まあしょうがないんですけど、まあそれでもかっこいい木が出てくるのでね、うん、こういう感じとかね、面白いと思いますけど、はい。どうしようもできない。うん、まあでもクジャク木になるともうほんと4万5万ってなってきますので、はい、よろしくお願いします。イベントではね、ちょこちょこ持っていきますので、ベースさんでは期待しないでください。まず出しません。はい、クジャク木が欲しい人はイベントです。店舗さんにも ほぼ入らないですね。はい。7番ですね。7番重たいやつで1万8000あって、クジャク木ね、見えるかな、うん、出てるんですけど半分ね、うん、1万5000にしておきます。重たいやつですよ、真鍮パイプ。はい、お願いします。ちょっとゆっくりやりすぎたな、やばいな。はい。8番、7700円、1本だけカリンの小部木ですね。ちょっときついてるので7700円にしております。はい、お願いします。はい。9番、12000円、消費税サービスキングウッド。ちょっとね、面白い木が出たのでイベント持ってこうかなとすごい迷ったんですけども、あのベースさんで12000円、うん、13200円でもちゃんとそれを取ってもいいかなと思って、うん、すごい面白い木でしょ、いい感じ、うん、2本しかね取れてないです、これ。はい、1万2000円です。ベースさんでの今回のお得ちゃんですね。はい。10番、1万円カリンの小部木、まあ、ちょっと黒いやつがシュッと入った感じでね、うん、もうお店行くとね、まあもう次秋からはね、もうこの辺は1万2000円になるぐらいのタイプとなります。まあちょっと黒いやつがね、出てるので、はい、1万円で出させていただきます。この辺は全然あのイベントに持っていくクラスでございます。よし、はい、4本ありますのでよろしくお願いします。最後11番、前半最後ね、前半の最後、これは下の木ですね。下の木、出戻りちゃんですね。あの、重複して当たって、はい、余ってたやつが、このタイミングでもう一回出てきました。はい。じゃあ、前半終わり。じゃあ、後半もペンシル、そして、ルーチェペンと紹介していきますので、よろしくお願いいたします。